ロンドンパディントン駅構内店用。スーはイギリス日本社を持つ世界的にチェーン展開している日本食レストラン。イギリスの企業家、サイモン・ウッドロフがよ、社の買部門として1998年に開業した。企業名には寿司とあるが、寿司以外にも広範な日本食を提供している。 1980年代にイギリス国内で健康食品に対する注目が集まり、ロンドンを中心とするイギリス国内で寿司をはじめとする日本料理店が増加した。さらに1990年代に入り、イギリスにおいて日本の現代文化に対する広範な興味が広がった。中で実業家のサイモン・ウッド・ロフが日本の回転寿司店を イギリスで展開することを考えついた。サイモン・ウッド・ロフ曰く、ロボットが寿司を握り、コンベアで寿司を動かす回転寿司は、未来的なエンターテイメントである。1997年に、ロンドン中心部の双方のポーランド・ストリートに第1号店を開業した。その後、イギリスの都市圏を中心に国内に展開を進め、1999年に、 パディントン駅構内のプラットフォーム上出展したことで注目を浴びた。その後大きな成功を収め、ロンドン市内だけでなく、マンチェスターやバーミンガム、さらにアイルランドやアラブ首長国連邦、ロシアやマレーシアにも進出した。現在はイギリス国内だけでも、ハーベーニコルズやセルフリッジ、ハロッズなどの高級デパート内、ヒースロー国際空港やガトウィック空港の 旅客ターミナル内など40カ所以上の店舗を展開している。要、寿司は客に寿司を届けるために日本の回転寿司店と同じくコンベアベルト方式を用いている。レストランでは寿司や他の料理が客からよく見える調理場で料理され、皿に盛られ透明なドーム状のプラスチックのカバーがかぶせられ、その後コンベアベルトに乗せられる。 環情のベルトが店をぐるっと回り、客はベルトからどの皿でも取ることが可能である。ベルトの上の皿は各種に色分けしてあり、その色は1.7ポンドから5ポンドまでの商品の値段に対応している。このシステムによって店員は環情の際に皿の数と色に応じた値段を計算することが可能となる。上述のように客は寿司に限らない91の オプションから料理を選ぶことが可能である。この中には刺身、薪、ハンドロール、サラダ、デザートなどがある。またチキンカツカレーのような温かい料理も提供される。本社はイギリスの首都ロンドンのクラークウェール通りに位置する。チェーン店のほとんどが同時内に集中している。その他スコットランドのグラスゴーのシルバーバーグセンターにも拠点が存在する。 今日チェーン店は、ドバイ、バーレーン、クエートなどの中近東のほかマレーシア、ロシア、アイルランドにも広がっている。ただし生の魚を食する習慣に、馴染みの薄い中近東店においては、現在のところ、エビフライなどの揚げ物を使った巻き寿司が主なメニューである。イギリスにおいては、巻き寿司は、日本のように一様に外側に、海苔で巻くのではなく、飯に、 色のついた食材をまぶして、それを表面に出すという、裏巻きと呼ばれる寿司である。ウッドロフヒキーる、よ、カンパニーは、日本のカプセルホテルにヒントを得た、ヨーテルチェーンを、ヒースロー国際空港やガトウィック空港で展開する。ほか、日本の健康ランドにヒントを得た、よ、ゾーンの展開を計画するなど、日本独自のビジネスセンスにヒントを得た、事業展開を進め。 成功を収めている。衛生上の目的及び異物の混入と料理だけを箸でつまんで取られることとを防止するためである。ありがとうございます。